デッセン、もっと木の実をください。即身仏になるために必要なんです。即身仏をただのミイラ扱いするなんて。即身仏になるには過酷な修行を行わなければならないのですよ。死後腐らないように肉を落とさなければならないので、木の実を食べようと思っているんです。減量をしてからももっと過酷な修行があるのですよ。はぁ、あ、これだからテッセンは、そんな無知なテッセンのために私からご説明いたしましょう。まず、即身仏とは、簡単に言うと、厳しい修行を積んで、自ら餓死し、ミイラ化した僧のご遺体のことを言います。日本の一部地方に見られる民間信仰において、僧は死なず、生死の境を越え、弥勒菩薩がこの世に現れ悟りを開くその時まで、衆生救済、すなわち人間や動物、様々な生命の救済を目的として永遠の瞑想に入ると考えられており、僧が入場した後、体は生身の人間のまま仏になるため即身仏と呼ばれます。ではこの即身仏になるにはどのような修行が必要なのでしょうか。順に説明していきましょう。黙食修行。山にこもり、過食、肉食を避け、穀物を食べずに修行をします。まずは五穀立ちで、米や麦などの穀物を断ち、体を慣らして、十穀立ちに入ります。黙食修行は、減量の意味以外にも、穀物を人間の汚れにまみれた俗世のものと考え、それを食さないことで、修行者の身を清める意味合いがあるそうです。さらに、これらの黙食行は、1000日から3000日も続けることになります。腐敗しないよう肉体を整える。普通、死後肉体は腐敗するのですが、それは、温度、水分、微生物などの働きによるものです。即身仏になるには、腐敗せずにミイラ化する必要があり、そのために漆を飲みます。ご存知のように、漆は人体に有毒となりますので、嘔吐することになるのですが、それによって体の水分を抜くことになります。さらに漆は、抗菌効果も高いため、内側からの防腐処理という意味合いもあります。途中入場。体の準備ができたらいよいよ入場の場として用意される途中の穴、カロートに入ります。その中で棺に入って土をかけますが、カロートの中は空気穴としての竹筒が通されるだけで真っ暗闇です。業者はこの中で鈴を鳴らして念仏を唱えながら餓死することになります。鈴の音が聞こえなくなったら入場したということになるわけですね。入場が確定されたら、そのまま完全に穴を塞ぎ、3ヶ月ほど経ってから弟子たちに掘り起こされますが、その時に腐敗していれば無縁仏として供養され、即身仏となっていれば衣装を整えて仏様として祀られます。以上の通り、とても厳しい修行なので、もちろん断念するものも多かったそうですし、湿気が多く温暖な気候の日本では、腐敗を防ぐのは非常に困難を伴い、死後腐敗して即身仏になれなかったものも多いそうです。さらに、厳しい修行を経ても、
入場後に肉体が完全に即身仏としてミイラ化するには長い年月を要したため、掘り起こされずに埋まったままの即身仏や、掘り起こされても処理が遅れ即身仏になれなかったものも多数存在するなんて言われています。わかりましたか、鉄線。即身仏になるには大変な修行が必要なのですよ。まったく。鉄線、お夕食はまだですか？今日は初日だからいいんです。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それではさようなら。